って、うん、で先ほど 90何%がね、あの18歳だと投票権がなってるんだとおっしゃったけども、まあ、そうなんでしょうけども、その裏側にあるのは実は18歳から上はね大人だから国防の義務が当然みんなついてると。でだからもともと民主国家というのは国民主権というのは要するにあの殿様が主権だったらでしょ、殿様が戦争したりするのも自分たちがやるんですけれどもね、そうじゃなくて国民主権というのは要するに国民が一番のトップになって、その代わり国民が自分の国自分で守ると、だから主権者としての権利もあれば義務もあると、こういうあの法律的にはあのセットになっているものが、なんか日本の中ではですよ、そのことをもう完全に飛ばされてしまって、権利は何もでもらってと義務は知りません。では現に日本国憲法にもそんな国防のね義務に関する話はね一切ないし、まあ教育を受けさせる義務とかね納税の義務程度で何も書いてないですよね。だからそういう風潮が育ってきてますから、自分たちの義務というのをね感じられないから、こういう話がおかしな話になるんだと思うんですけども。